山口組による俳優鶴田浩次襲撃事件鶴田浩次襲撃事件は1953年昭和28年1月6日に日本の俳優鶴田浩次が暴力団山口組3代目田岡和夫の組員に襲撃暴行を受けた事件このあと芸能界では山口組田岡和夫の機嫌を損ねるととんでもないことになると恐怖を植え付けられることとなり山口組は 芸能界での勢力拡大と収益を上げていく大きな追い風を果たした原因警察では事件の背景として事件前年昭和27年1952年の秋に芸能プロモーターでもある田岡和夫が鶴田浩二のマネージャーで水野江滝子の事実上の夫である金松蓮吉に美空ひばりと鶴田浩二のジョイント公演をオファーしたが断られた その時の金松連吉のにべもない言動に、田岡和夫が不快感をあらわにし、その報復と見せしめ、山口組を軽く見ると、痛い目に遭うとして襲撃したと捜査していた。ことったん、それから、数ヶ月後の昭和27年、1952年のクレモをまったある日、田岡和夫は、自宅に、鶴田浩二のマネージャーである金松連吉の来訪を受けた。この頃、 東京キッドで美空ひばりと共演した川田晴久の苦境を救ったことで、田岡一夫の名前は芸能界に知れ渡り、美空ひばりや田畑義夫、高田浩吉、伴淳三郎、清川虹子等々の当時の大スターが、田岡一夫の周囲に集まり出していた。これが、後に神戸芸能社設立へとつながっていく。金松蓮吉の工場は、 大阪千日前の大劇の正月公演、100万ドル賞に鶴田浩二が出演するのでよろしく、という挨拶だった。鶴田浩二は、昭和23年、松竹映今、有興の群れでデビューし、人気上昇中のスターであった。そりゃ結構なことやないか、成功を祈りますよ。田岡和夫の言葉は、一見穏やかそうに聞けなくもないが、取りようによると突き放すように取れなくもない。雑談の後、 金松連吉は、これは詐称ですがご挨拶の印に、と話した。当時の地元暴力団に対する慣例に従って、田岡和夫へ、5万円と浅草のり一缶を手渡した。自伝では、その時の心境を、一瞬、金包みに、委託自尊心を傷つけられた。挨拶ならば、のりだけで十分と語っている。 数ヶ月前の山口組三代目としての停止制の申し入れを苔にされた思い出が脳裏をよぎった。他人の行為はありがたく受けるが、金包みとは失礼ではないか。さして懇意でもない男から金を受け取るほど、私は金には困っていない。どうやら、鶴田幸二のマネージャーが、貸し折りの下に五万円を隠して渡そうとしたこと自体に、田岡和夫を激怒したらしい。一方で、そんな額じゃ。 少なすぎるからという意見もあった。金松さん、これは何の真似ですかはあ、ですから、ご挨拶代わりに。金をですか無言。金松さん、それは失礼やないか。私は、あなたから、言われのない金をいただくほど、貧乏はしていない。持って帰っていただこう。封筒に入った金を、金松連吉の前に、ポンと置いた。 5万円は、今の50万円くらいの価値だろうか。金松の、そんなことを言わずに、のやり取りも、田岡はいらんと言うたらいらんと言い放ち出ていった。つまり、一般のヤクザの慣例では、ショーを開催する前に、ヤクザに金を渡すというのが通常であったのかもしれない。しかし、田岡和夫は、上納金の類を一切もらわないことを信条としていて、 お金を渡そうとされたこと自体に侮辱されたと感じてしまい、それを見ていた組員が誤解して襲撃をしたようである。つまり、お金が足りなかったとか、鶴田浩二との契約のことで、プライドを傷つけられたということもなく、お金を渡そうとした行為そのものが、彼の逆輪に触れてしまったようなのだ。主犯格の梶原清春の証言。たまたま、その場に同席していた梶原清春が、 田岡一夫の副の部下神戸港の多くの権益を握っていた。田岡一夫の不快な顔色をうかがい独断で、鶴田浩次襲撃を引き起こす事件へとつながっていく。この襲撃に参加した当時、山口組若頭、山口組ナンバー2山本健一は、梶原から、親分が、失礼なやつやと怒っていた、と聞いて黙っていられず。 年が明けた昭和28年、1953年1月6日。増田義夫、清水光重、尾崎昭春らの幹部連中を引き連れ、鶴田浩二の宿舎へ行った。数ヶ月前の出来事。しかし、そもそも、鶴田浩二を襲撃に至った理由は別にあった。昭和27年、1952年秋のことである。田岡和夫は、 東映京都撮影所に金松連吉を訪ね、停止制で、うちの芸能部で、この時点では、まだ神戸芸能者は法人登記されていなかった鶴田さんを使わせてもらえないかと申し入れた。金松連吉は、日程に空きがないからと仕事を受けなかった。鶴田浩二は、芸能界で美空ひばりの兄貴的存在であり、美空ひばりの後ろ盾である三代目山口組、田岡和夫とは、 旧知の間柄であったにもかかわらず、兼松連吉が断ったことが原因であった。田岡一夫にしてみれば、全国制覇を目指し飛ぶ鳥をも落とすがごときの、勢いの山口組三代目として、いわば苔にされた。恨みがないわけがない。数ヶ月後、ところ変わって、兼松連吉の方から、田岡一夫に挨拶に来たのである。鶴田浩二と高田浩吉は、指定の間柄にある。 高田幸吉のマネジメントを任されていた山口組工業部の者が金銭トラブルを起こしたそれを知って田岡和夫は激怒した約束事や金銭的にルーズな男は田岡和夫が最も嫌うことだった田岡和夫は極道という己の分際をわきまえていればこそ人に接するときはことさらに腰を低くし特に金払いや約束事はきちんと守ることを心がけていた 片タの人は、そうでなくても、極道者を恐怖の目で見る。田岡一夫には、それが残念でならなかった。しかし、下っ端のチンピラとなると、そんな田岡一夫の、思いは通じていない。片タの人に、迷惑をかけっぱなしなのである。部下の不始末は、私の不始末と田岡一夫は、高田幸吉に詫びを入れ、部下の不始末の尻拭いをしたことで、 高田光吉も誠意を感じて丸く収まった。以来、田岡一夫は高田光吉の巡業によくついて回った。そんな高田光吉から鶴田光二のことはよく聞かされていた。このようなことで、田岡一夫も鶴田光二を欲しがったのであるが、金松連吉は大人の対応ができない成り上がりマネージャーだった。鶴田光二のジップと田岡一夫の関係。だが、 そこには伏線があった。その前年から、鶴田孝二は、ジップから、たびたび、金の無心をされ、トラブルが起こっていた。仲介を田岡和夫に頼み、一旦は解決。田岡和夫組長にすれば、そうした恩がありながら、なぜ、俺の言うことを聞けないのかという思いがあったのである。しかし、田岡和夫組長の口添えがあったものの、しばらくすると、再び、 ジップからの金の無心が始まっていた。田岡和夫組長の実力とはこんなものなのかと、鶴田浩二が言っているという話が、田岡一夫の耳に入り、襲撃につながっていったという。事件。年が明けて間もない昭和28年、1953年、1月6日。鶴田浩二は、水野滝子や高峰美恵子と千日前、大劇の正月公演、100万ドルの宝船に出演していた。 鶴田工事の宿泊先は大阪市天王寺区大道町の旅館備前屋であった1月6日の午後7時頃山口組の組員の山本健一清水光重、増田義雄尾崎明治の4人は備前屋に着いた入り口はサインを求める若い女性ファンで寄り付けないような状況であったサインならわしがもろうてきてやるでと山本健一らは 2階東側の鶴田ののの部屋、の前上がっっていった。2階の一番奥の左手にその部屋はある。鶴田浩二は水野滝子高峰美恵子らと一緒に夕食をとっていた。他に10人ほどの関係者が同席していた。おめでとうさん。1月6日ということで山本健一は正月の挨拶をしながら部屋へ入っていった。 返事は誰からも返ってこない。不意の侵入者に、懸念な顔つきだった。鶴田浩二も、冷ややかな一別をくれただけだった。ファンが、この寒い中、外で行産マっとれんやけどな。山本健一は、上着のポケットに両手を突っ込んだまま、鶴田浩二に問いかける。鶴田浩二は、もはや振り向きもせず、黙々と箸を動かし続ける。それが、 黄兵な態度に見えた無視されたことで山本健一の怒りは爆発した彼の上着のポケットには寒さしのぎにあおっていたウイスキーのポケット瓶が入っていた砕けんばかりにそれを握りしめたと思うとなんやその態度は叫ぶと同時に鶴田浩二にポケット瓶で殴りかかっていた顔をやられたらまずいととっさに頭を抱えうずくまった鶴田浩二に 別の男がレンガを振り下ろした。鶴田浩二の手を振り払って顔を傷つけることもできたが、彼らはそれはしなかった。襲撃の最中、水野榮滝子、高峰美恵子は呆然と立ち尽くしていた。鶴田浩二は、さすがに役者で顔を殴られぬように、両腕で顔面を覆いながら、命だけは助けてくれと言った。命やないファンを大切にせい聖トンの矢と殴りつけ。 その足で大正橋しにいる住谷末吉を通じて親分に謝罪を申し入れてもろうた山本健一団二階からは若い女性たちがキャーッと悲鳴を上げながら駆け降りてきた続いて降りてきた四人の男たちは入り口に止めてあった高級車に乗り込み姿を消したのである二階の気境の間の部屋には血まみれになって倒れている鶴田康二当時二十八歳の姿があった 鶴田康二は、救急車で近くの早石病院に運ばれて、頭と手を11針縫う応急処置が施された。全治10日間の重傷だったのである。事件後、警察の捜査に鶴田康二は協力的ではなかった。恨まれる覚えはなく、犯人の見当もつかないの一点張り。事件にしてほしくないといった様子が感じられた。取り調べ。この事件で、 田岡和夫組長は指名手配され自首したが、結局、不起訴となる。襲撃を命じたという、明確な証拠が得られなかったからである。そして、50日後には、後に山口組幹部となる組員らの逮捕。さらには、自首となって決着がついた。昭和28年、1953年の2月から3月にかけて、 山本健一、清水光重、増田義雄、尾崎明春ら実行犯、直接の指揮者で、三代目山口組の若頭の梶原清春、4月2日には山口組工業部、西本瞳らを逮捕。西本瞳は、ヤクザでなく片木であったことから、じわじわとした警察の取り調べに、1月4日夕方に、梶原と共に田岡一夫に呼び出され、直接、襲撃の指令を受けたこと。 西本瞳は懸命に反対したが聞き入れられなかったことを陳述した。長所に署名した後、西本瞳は自供したことが組に知られると、釈放された後に何をされるかわからないと震えながら泣き出している。昭和28年1953年4月23日昼過ぎ、田岡和夫は、 山口組二代目、山口昇の射程である、工業士、永田定男に付き添われて、天王寺警察署に出頭。田岡和夫は、金松連吉が気に食わないで不快だと、組員たちへ伝えていたことは認めたものの、自らの指示で襲撃させたということは、元として認めなかった。お父さんの石鹸箱によると、事件の際、代わりを立てたらどうかという提案に対して激怒し、俺は、やってないことやねんから。 あくまで戦うその上で入れられるなら、喜んで、自分で入る、親が、この罪をかぶるならわかるが、罪を着せるなどもってのほかと言っていたという。昭和28年、1953年5月4日に、田岡一夫は、処分保留のまま釈放された。西本みも、処分保留で釈放された。 梶原清春、山本健一、清水光重増田義雄尾崎明春は起訴され、山本健一は、大阪地方裁判所にて同事件で、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。その後、新生プロの役員であった金松連吉は、本事件の約2年後の1954年2月、鎌倉・稲村ヶ崎防空壕跡で、生産カリでの服毒自殺した。43歳だった。 少なくとも、金松の自殺は、本人のギャンブル癖によるもので、会社の金を使い込んだ上に、映画の制作費3000万円にまで手をつけた果ての自殺であった。西本みは、山口組工業部を辞め、1956年1月に、関西汽船光丸から海へ転落して、不可解な死を遂げたいずれも自殺とされているが、原因ははっきりしていない。鶴田浩二は、 事情も知らずに襲撃されたため、田岡一夫と面会し、釈明を求めて、長く語り合った。田岡一夫組長は、脅しや暴力に屈しない鶴田浩二の筋を通す生き方を認め、鶴田浩二と信仰をさらに結ぶことになった。その後、田岡一夫は、鶴田浩二を支えていくこととなった。三代目、田岡一夫組長の前で堂々としているのは、鶴田浩二ぐらいのものと、周囲が驚くほどであったという。 こうして2人は関係を深めていく。